大阪市天王寺区下寺町、浄土宗の寺院が立ち並ぶその中でも450年以上の歴史を持つ無水山浄国寺。2017年から4月第1週目の日曜日に花祭り夕霧太夫行列を法要を行っており、2027年には350回忌を迎えるといいます。太夫とは江戸時代の遊郭で遊女の最高位とされ、夕霧太夫は京島原の吉野太夫、江戸吉原の高尾太夫とともに寛永の三名義として伝わっています。死後近松門左衛門などにより夕霧を題材とした浄瑠璃や歌舞伎が上演され、今にその名を残しています。浄国寺は最初1560年の創建でございまして、この最初から下平町にあったわけじゃなくて、まあ江戸時代の初め、1600年代の初めにこちらに、まあ移ってきました。あちらの方の本町にある時新町の遊郭ですねが非常に近かったので、まずその遊女のお墓がたくさんうちにあったということ、当時からあったということと、まあ、扇屋さん、実際には吉田屋さんが物語上の置屋さんにあたるんですが、湯切さんを本当にお預かりになっておられたのは、まあ、扇屋さんでございまして、その扇屋さんの、まあ、初代鴈治郎様のお墓が当座にありますので、そのご縁でおそらく湯切さんも、まあ、浄国寺に葬られたのであろうというふうに、まあ、私は、まあ、あくまで推測でございますけれど、はい、思うわけでございます。そうですね、最初、まあ、私が京都の嵐山の方に、まあ、住み込みでね、いろいろなお手伝いさせていただいている時に、まあ、たまたまその佐賀清涼寺のご住職と、まあ、知り合いになりまして、そこで夕霧記というのを11月にお勤めになっておられると。そして、それはなぜかというと、その夕霧大さん、もともと俗名を照様がその清涼寺のすぐ近くの村でお生まれであったから、そちらは私はお生まれのところで、で浄国寺さんはその遊戯様が亡くなられて、まあ、お墓があるというところで、まあ、二か寺で、させていただいたらね、いかがでございましょうかということを提案いただいて、さらに私もいろいろ頑張って勉強いたしますと言わせていただいたのはもう20年ぐらい前の話でございまして、それ以降にうちの母がまあ、そのことをずっと、まあ、伝えて何かしたいということを、昔ね、まあ、扇千景さんの、なんか、坂田藤次郎様が映画の撮影に来られたりして、うちが、まあ、一つ舞台になったことも多分60年ぐらい前の話だと思うんですがあったと。それでその扇屋さんの関係で遊戯さんの墓があるんだから、それで昔は300回忌の時は盛大に勤めたということを母も申しておりましたので、まあ、母が命日である4月16日に合わせて遊戯大夫さんの追善法要をさせていただければどうだろうということで、一周忌にあたるその次の年から始めさせていただいたということが経緯でございます。はい、最初はやはり女性が主役でございますので、まあ、檀家様の娘さんや孫様というところに、どうですか、いかがですか、一つ、太夫様演じてみませんかというふうにお声掛けをさせていただいた。まず女性がまず第一、まあ、主役でございますので、で、まあ、NPO のね、町住まいづくりの代表の竹村様に、ぜひボランティアとして協力いたしますというありがたいお申し出をいただきまして、20人ぐらいでいただけるようになってから、なんとかこう実施のめどがついたような方でございまして、なおかつ私が、まあ、個人的に、まあ、知り合わせていただいた正蔵寺かなえさんというね、堺で、着付け教室なさっておられる方が、さまざまなその太夫道中、親道中というもののこうお手伝いをさせていただいていると。そして高下駄も自分で、まあ、歌お作りになって、道具類も持ちであると、そのタバコ盆とかも持っておられるということでありますので、それはぜひお手伝いさせて、していただければというふうに、まあ、お願いをした次第でございまして、なおかつ私が20年ぐらい雅楽の練習をさせていただいているので、吹いていただけないだろうかというふうに私がリーダーみたいなの言われてますので、その雅楽の方がまあ5人6人と出演していいよというふうに、やらせていただきますというふうに言っていただいているので、雅楽と、まあ、落ち子さんは檀家さんの子供さんにお願いして、
そして、まあ、年齢でいうと、まあ、お手伝いしていただける順に、まあ、その太夫さん、新蔵さん、神室さんという年齢に応じて、さまざまな友情の 見習いの方とかも、まあ、役を演じていただければということで、まあ、まあ、ご協力をいただけるようになったということで、人が徐々にお手伝いを増えていったような、お願いする人が増えていったようなことでございます。まあ、今年も新しい初めてという方がお手伝いいただきまして、誠にありがたいことやと思っております。まあ、最初は太夫役の方が公募でというようなこと、募集でということも最初は、まあ、アドバイスいただいたこともあるんですけれども、やはりうちに上国寺にご縁のある方に演じていただいてこその奉納法要であろうというふうに思いますので、それを考えますと、やはり今の形、旦那さんの娘さん、孫さん、上の方にお願いするという形はちょっと変えたくないと思っております。そして350回忌が、ね、2027年に迫って、あと6年でございますが、そのプレ行事という形で始めさせていただいた行列でございますので、少なくともその時まではさせていただいて、その消灯にあたる350回忌にはより盛大にお勤めをさせていただければというふうに、思っておりまして、毎年、まあ、いろいろと皆様のご意見を頂戴して、まあ、拡張といいますか、はい、させていただいているような次第でございまして。2016年11月に檀家たちが資金を出し合って、夕霧太夫の墓碑の周りを整地して朱笠が設置されました。夕霧没後350回忌を10年後に控え、次回は夕霧太夫行列と法要を町の人々がどのような気持ちで支えようとされているかを町づくりの視点からご紹介します。